戦2022は全て終了いたしました。今シーズンもファンの皆様には熱く温かい応援をいただき誠にありがとうございました。ただいまより笹岡監督よりファンの皆様へご挨拶申し上げます。今年も温かいご声援本当にありがとうございました。選手はこの1年本当に頑張ってくれました。残念ながら私監督も力不足で皆様のご期待に応えられず申し訳ない気持ちでいっぱいです。私笹岡は責任を取り今日このユニフォームを脱ぎます。来シーズンは一カープファンとして皆さんと共にチームを応援していきます。この1年のご声援そして3年間本当にありがとうございました。ありがとうございました。ファンの皆様今シーズンも最後まで温かい応援をいただき誠にありがとうございました。来シーズンも引き続き応援くださいますようお願いいたします。